うん、疲れてる？疲れてないよ。舐めてんの？うん、ペロ。感謝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 知ってんのそれ。感謝感謝するとさ、うん、リスナーさんに怒られない？それやめてって。え、怒られへんよ。ほんと？優しいんだね、うん。その怒られるんだけど。感謝感謝、またいっぱい食べたいな。テリシャッ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 パーティータイム。何だっけ、なんて言ってたっけあれ。レイズだ。最後レイズになっちゃったか。最後レイズになっちゃった。じゃあポンデリングいただきます。おーい、うーん、はい、表現して表現して、全てで表現して。お砂糖のコーチングがジャキジャキするのはマジで罪。お砂糖さんから今コーチング受けてるってこと？今お砂糖さんのコーチングって言ってたよね。コーティング、コーティングやろ、うん、コーチングって言ったよ今、うん、なでもいいよ、滑舌の問題だね。キュートイズプリティだからいいよ。許そう。コーティングもコーチングやって。コーティング言えてなかったって。うん、いや、ギリギリセーフだったし。ドーナツ食べたいよ。ん？ドーナツ食べな？ないよ、ドーナツ。ポンデリング食べるときさ、おポンデリングさ、もうあらかじめさ、うん、バラバラにして持ってくる派なんだけど、わかる？わからん、何してんのそれ。え、なんかポコポコってしてるじゃん。おう、だから、ポコポコってしてるから、それをバラバラに持ってきてフォークで食べる。何、上品な食べ方してない？なんか上品じゃないけど。あ、てかさ、うん、トロちゃん生ハムの原木どうした？ね、スケート欲しいな。こん中だったらどれが一番欲しいですか？生ハムね。いや、絶対めんどくさくてスライスしませんって。いや、これシャカさん、ごめんなさい、じゃあ原木で。原木欲しかったんだよ。でかすぎんのよ。うわ、くっさ、ほんまに臭い。最悪や。うわ、ほんまに臭い、もう。ほんまに臭い、どうしよう。うーわ、ボーナ。ただ生ハムも生ハムでやっぱうまいねんけど、うまいねんけどやん。正直ちょっと後悔してる。それトロちゃんはもう切られたものが用意される。そういえば今日届いてた原木どうなりました？こちらでございます。白いお皿にね、白いところが3で、生ハムのこう並べてあるのが7。綺麗な割合でこう出てくる。やだー、美味しいかもって言ってるよ多分。あ、原木ね、ちょっとゆっくり届けてもらうことにした。大変だから、あの冬場っていう乾燥した時期に届けてもらった方がいいかもと思って。頭いいよ。え、なんかこの時期あれじゃない？なんで困ってるの今？うん、めちゃくちゃ困ってんね。キッチンマジで生ハム臭いよ。届いたら3日以内に開けてくださいって言われたのよ。あ、逆に開けなきゃいけないの？そう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 、開けたはいいけど信じられないぐらいでかいし。それこそパーティータイムするんじゃない？あ、誰と？あー、友達。お友達とパーティーしないの？お友達とパーティー。じゃあ、それも早めに届けてもパーティーするか、一緒にパーティー配信するか。信じられないから後悔するからマジやめた方がいいと思う。原木チョイスダメだったか。いや、本当に俺 SK2 でよかったなって今心の底から思ってるね。シャカさんチョイスが合ってたのか。いや、先見の目を持ってたわ、シャカ。そうだな。まあでもなかなかほら絶対買わないじゃん、自分じゃ。まあ確かにね、いい経験と。いいんだよ、多分。そうそう、経験として。伊勢エビのさ、ヒトの話聞いた？うん、あ、聞いた。なんかあれ、こちらです。準優勝でした。ヨルヨイチさん、バニラさん、トトミックスさん、ラトナプティさん、おめでとうございます。いいよ、やっぱり伊勢エビで。伊勢エビだ。生きたまんまでしょ。そう、やばくない？9匹届くの。え、9匹？え、そう、9匹、9匹。えっと、9匹届いたのって。
この人、トミさんとタラコしてたからさ、大変だったって言ってさもう生きたの大変だよなと思ったけど、うん、9匹は無理じゃん、もう大家族でも食べきれないからね。そうやな、それこそトトミックス今暇してないんだな、うん、おー、これ終わったらちょっと連絡してみる。トミさんでも今タルコ氏忙しいかもしれない。いや、帰ってこさせます。トムよりもレベル高い。え、嘘、ちゃんとやってるやん。なんか、星を、ん、いや、味方だった。かまってトロちゃん出たよ。違うんだよ、かまってちゃん出たよ。もうトロちゃんが怒るまで言おう、これ。ん、かまってちゃん出たよ。実際ね、うん、かまってちゃんではあるよね。正直。おい、聞いたか、父ちゃんにすら。かまってちゃんだよね、多分ね。感謝感謝とか嫌がられるほどやりたくない。でも本物のかまってちゃんではかまってちゃんじゃないかもしれない。ああ、俺やね、本物のかまってちゃん。確かにな。うん、俺かまってくれへんかったらすねるもん。すねる。うん、普通にすねる。全力で答えていこう。拗ねないように。うん、本当にそう。頼むよ。俺が拗ねるかどうかはもう今トロちゃんにかかってるからね。静か。ねえ、源の、マジで源の。源の？うん、静かちゃんや。静かちゃんの本名ってあれ？源の静かちゃんや。あ、そうなの？そうやで。なんかすごくあれなんだね。勇者正しい感じの。あ、今危なかったな。毒舌が出てくるんかなと思った。そんなことないよ。え、毒舌ポイントあった今。うん。なんかあれなんだね。しょうもない名前なんだねみたいな。そんなこと言ったことないのに。確かに、言うわけないよ。ごめんなさい。本当に失礼しちゃうわ。コントロロ。コントロロ。バッチリ6本あるんですけど、コントロロ。こちらの6本ですよ、コントロロ。隣、ん？なんか、シュン。あれやね、あのあいつがある。ヴィンテージ。じゃあ、ヴァンテージや。ヴァンテージ。ヴァンテージ。いったー、いったー、ねえ、やばいやばい、やっぱり。なんか。シールドリタリク。体でかい。今、ポンデリング食べちゃったから。この粒横に。ねえ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 、こないださ、一緒にタルコ張ったのよ、トトミさんと。でさ、トトミさん、ありがとうってディスコードしたら、クリックだとさ、トトって打つとトモってなるのよ。トトミさんって書いてて、全然気づかなくて。誰よ、その女みたいになってたんだけど。最低です。人の名前間違えるのは最低です。ごめんなさい。これは本当に申し訳ないんだけど、これはでも言い訳として。父ちゃん、それはダメだよ。ごめん。いや、本当にごめん。こいつは歩くための足じゃない。今ね、試してるんだけど、メモ帳のとこで。なんか、トトトモってなっちゃう。トトトトトモってなっちゃう。ならないっすよ。なるよえ、もしかして指がポヨンしてるってこと？指ポヨンじゃない？これはドーナツ分ポヨンってしてるからか。